こんにちは天羅万象久保田雅宗です、えー、今年もですね桜ソメイヨシノの開花がまあ迫る時期がやってきましたよね、えー、3月にはだいたい桜関連の話題を取り上げますけども、まあ、今年もいよいよだなという感じがしますで日本気象協会の予想ですと、まあ、今年はですね開花レースでいうと、まあ、高知とか東京がやっぱり競り合ってて毎年この辺は競り合うんですけどね一番乗りを目指しているようであります でソメイヨシノの開花はですねもちろんニュースになるんですけどもめでるという意味ではこの満開にも大きな価値がありますよね満開というのは開花の基準になる標本木でつぼみの80%以上が開花した日を指します。 まああのつぼみには早く咲いて早く散ってしまうものもありますから同時に80%咲くことを指すのではなくてつぼみの数に対して延べの開花数の割合が80%になれば満開認定を気象台がします。でソメイヨシノの開花から満開までの平均的な日数は九州から関東にかけては大体1週間ほどそして北陸と東北で大体5日ぐらいです。 気象庁がですね桜の開花満開の統計を取り始めたのは1953年で去年まで71回の春のデータがありますこの期間でソメイヨシノの満開一番のリレースは高知が23回でダントツの1位東京は15回で2位宮崎が11回で3位となっていますなお2013年には高知東京宮崎 2022年には高知と東京が同着の一位となっています。東京観測気象台が東京の桜の季節観測の標準基準とするのがですね、えー、靖国神社にあるこの標本木です。これよくニュースに登場しますよね。この東京のソメイヨシノは最近開花も満開も早いんです。東京のソメイヨシノは2019年から去年まで5年連続で全国で最も早く満開を迎えています。 気象庁が全国の桜の統計をとっているのは、1953年、昭和28年からなんですけども、満開の速さに注目すると、まあ、このグラフ見るとわかるんですけどもあの、70年間の満開レースの一位の地点の傾向というのがわかります。目を見張るのは、2000年を超えてからの東京の伸びなんですね。去年までの5年間連続で、満開の速さは東京が1位です。 で最近ではソメイヨシノの開花も満開も東京は早さの金メダル候補常連なんです。1953年から2000年までではですねその間では東京の満開1位というのは2回しかないんですね。それが2001年から去年までの23年間では13回ということになります。あまりりりの変わよううにびっくとということなんですね では東京の満開に絞ってこれ70年分ちょっと見ていきたいと思います。観測が始まった当初の東京のソメイヨシノの標本木は現在の千代田区一,一橋にあった旧中央気象台の敷地内の桜でした。まあこの1955年の中央気象台の写真の校内のどこかに標本木があったんですけど、ちょっとどれがそれが我々はあの突き止められませんでした。まあその後中央気象台は気象庁になって 1964年に通りを挟んだ大手町に移転しましたそして1966年、昭和41年に開発などによる環境変化の影響が少ないこともあって吉野が標本木となったんです以来、標本木は変わっていません今年で58年ということになりますでは、中央気象台から気象庁に助けが渡された1953年から去年2023年までの東京のソメイヨシの満開日を 細かく見ていきます。えー、これ、縦軸は日付で上が早くて下に行くほど遅くなります。まずこれ、1950年代と60年代なんですが、4月5日あたりにこれ、満開という年が多いですよね。で、この17回の平均はというと、はい、単純平均で4月6日となります。では次に、1970年代と80年代の20年分です。 ちょっと満開の日付の幅がね、上下にこう、ばらつきが多くなり、大きくなったような気もします。特に1970年と84年は満開が4月半ばにずれ込んで、これ1984年は、まあ、これまでで一番遅い4月17日満開なんですね。平均はといいますと、あの、1970年と84年が,4年がちょっと遅い方に引っ張った感じがあって、平均は4月7日になりました。 1990年代と2000年代の最初の一桁のところです。これはですね、全体が上に、つまり日付が早い方にシフトしました。特に2002年は3月21日のこの年の春分の日に満開になりました。2002年は開花は3月16日だったんです。さて平均ですけども、 1970年代、80年代の平均より1週間以上早まって3月30日となりました、3月に入ったんです。で平均値でこれ8日も早まるというのはこれ非常に大きな変化といえます。そして2010年から去年なんですが満開マークがさらに伸びてですね右上の方にこうにちょっと詰まった感じですよね。特にここ5、6年の満開の早さは異様なくらいで平年値もどんどん前倒しです。 えー、2010年から23年の満開平均は3月26日まで早まりましたで気象庁が現在平年値とするのは1991年から2020年の30年間の平均値です、まあ、こうしてみると東京の満開は2018年以降はです、ね、この、えー、平年値を上回ったままなんですね最近の6年間かなり偏っているということです あの東京の満開の早まりなんですけども全国的に見てもそのペースアップが際立っています、まあ、改めて東京でのソメイヨシノ満開日のグラフをこうしてみると1990年代の後半から2000年代にかけて開花日が早まってグラフは上昇していますただ2009年から13年あたりは停滞気味でまたその後やや持ち直して2018年からは異例の高止まりと言っていいと思います でえー、桜の開花はもちろん気温,気温との関係が深いですから3月の平均気温のグラフというのをちょっとと重ねてみたいと思い思ます右の縦軸が3月の平均気温なんですが低い1970年や84年は平均で5度台とずいぶん低いですよね、それに対して去年の3月は13度とずいぶん幅があります。 そしてその低い70年と84年は明らかにソメイヨシの満開が遅くて、えー、さっきも言いましたけど4月半ば以降になっています一方でこの気温のグラフが上の方に、えー、高い方に突き出している年は桜マークもですね上に飛び出しているのがよくわかります、まあ、いずれにしましても東京の3月の平均気温は、えー、最近高止まりしつつあるのは確かです さて温暖化による気温の上昇それから、まあ、都市化による気温の上昇というのもありますよねただ専門家はそれだけではこ、まあ、このところの東京の桜の開花満開の早まりというのは説明しづらいというんですねでもう1つ考えられるのは靖国神社で60年近く標本木を務めているあのソメイヨシノの廊下だということなんですね。 ソメイヨシ野の木としての寿命はだいたい普通は60年から80年ぐらいだそうなんですあの。青森の弘前公園なんかにあるものは100年近いものもあるらしいんですけどもで現在の東京の標本木は1966年に大役に就いた時にはもうこれ、生木だったのは間違いありません。もう今、ですね老木になっているわけですよね。で、老木というのは木自体の成長にはもうあまりエネルギーを使わずにですね、えー、花に力を注ぐといいます。 まあそれがさまざまな環境変化と相まって東京の桜の開花と満開の早まりにつながっているのかもしれません。この春う開花予想では高知と並ぶまあ東京は最速予想の部類なんですけれども、さて満開はどうでしょうか。満開東京を追い上げています。天田万章でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。 テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします